ヤディアー・モリーナことジャディエル・ベンハミン・モリーナ・マッタは、プエルトリコのバーヤモン出身のプロ野球選手。MLB のセントルイス・カージナルス所属。愛称はヤディ。2008年から2015年まで8年連続を、含む9度のゴールドグラブ賞受賞。2009年から7年連続を、含む9度のオールスター選出。ワールドチャンピオン2度の経歴を持つ。2000年の入団以来。 カージナルス一筋のフランチャイズプレイヤーである。長兄、ベンジー、次刑補正は共に MLB で活躍した保守。1982年7月13日、プエルトリコのバイアモンに出生。父ベンジャミンは、プエルトリコのアマチュア野球リーグで、強打の選手として活躍しており、プロからのオファーもあったという。しかしベンジャミンは、ヤディアーが1歳の時に現役を引退し、 息子たちに野球を教える道を選ぶ。安定した生活を求めていたベンジャミンは引退後、毎朝6時に工場へ出勤。ヤディアーによると、ベンジャミンは毎日午後3時55分に帰宅し、10分後には野球の準備を整えていた。ベンジャミンは保守ではなかったが、3兄弟は全員が保守になった。ヤディアーは兄2人が、 保守になったきっかけを知らないが、自身も15歳の時に、初めて保守をしてみて、すごく大事な場所だし、すべてのプレーのキーになるし、リーダーになるし、絶対このポジションでプレーするんだって思ったという。当時の憧れの選手は、自身と同じプエルトリコ出身の保守、サンディアロマージュニアだった。2000年の MLB ドラフト4巡目で、セントルイスカージナルスに指名され、兄2人に続いて、 プロ入りを果たす。マイナーリーグ時代から、ヤディアーの保守としての潜在能力は兄二人をしのぐと言われていた。2004年6月3日にメジャーデビューを果たし、この年51試合に出場。投塁阻止率や保守防御率などで、正保守、マイク・マシーニーの残した数字を上回った。ヤディアーの才能を高く評価したカージナルスは、シーズン終了後に FA となった。 ッ保守のマシーニートの契約を見送り、ヤディアーのためにポジションを開けている。このオフに、背番号を4に変更した。2005年7月8日のダイヤモンドバックス戦で、クラウディオ・バルガスから支給を受け、左手の骨折により故障者リスト入り。このため、約40日にわたって、戦線離脱したものの、114試合に出場し、投類阻止率は、 リーグ1位の64.1%だった。2006年開幕前の3月に開催された第1回、ワールドベースボールクラシックのプエルトリコ代表に選出された。同大会では2次リーグまでの全6試合が、地元プエルトリコのヒラムビソーンスタジアムで行われ、ヤディアーは4試合に出場。イバン・ロドリゲスが、 チームの正保守となったため先発出場はなかったが5打数3安打1打点を記録した。シーズンでは打撃成績が前年より下降したがポストシーズンでは16試合で53打数19安打打率368.2本塁打8打点と好成績を記録しカージナルスのワールドシリーズ優勝に貢献。2007年4月1日2007年は 左手首の骨折や右膝の手術によって出場試合数は減少したものの111試合の出場で打率275を記録。トール磯率は54.0%だった。この年初めてフィールディングバイブルアワードを受賞。2008年1月にカージナルスと4年五5 5 0万ドルで契約を延長。監督のトニーラルーサは 長期契約には何のリスクもないとヤデギアを高く評価した。同年の目標をゴールドグラブ賞の初受賞に定め、オフの間に体重を10から15ポンドを絞って、スプリングトレーニングに合流。シーズンで成績を伸ばしたのは守備ではなく、打撃だった。初めてシーズン100安打、打率3割を記録した。本人によれば、 インパクトの瞬間までしっかりボールを見ることを常に心がけている。基本中の基本と言われるだろうが、自分はそれができていなかった。守備では、失策数が初の2桁となる10を記録、盗塁素指率も34.6%だったが、保育数は2005年以降の自己最小となる5個に、とどめ、盗塁素指率もリーグ順位では2位体だった。そして、 ゴールドグラブ賞を受賞した。2009年開幕前の3月に開催された第2回、WBC のプエルトリコ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。同大会では3月9日のオランダ戦と16日のベネズエラ戦の2試合に先発出場。打撃では6打数1安打と振るわなかったが、守備では2試合18イニングで3失点と、投手陣をリードした。 2010年はトールイソシ率は48.5%でリーグ1位。守備防御点が自身最高のプラス20でゴールドグラブ賞とフィールディングバイブルアワードを同時に受賞した。2011年は守備の数値が悪く、トールイソシ率が29.2%と落ち込む。4年連続でゴールドグラブ賞は獲得したものの、フィールディングバイブルアワードの受賞を逃したが、 この年から創設された、プラチナゴールドグラブを受賞した。打撃面は好調で、打率、超打率、本塁打、打点で自身最高を記録した。またチームのワールドシリーズ優勝に貢献した。2012年はさらに打撃が良くなり、打率、出塁率、超打率、本塁打、打点などで自身最高の成績だった。守備でも、守る盗塁素子率47.9%が、 メジャー2位と復活し、一塁走者を指す、守犬生座手が5回で1位タイ。ゴールドグラブ賞を5年連続で受賞し、フィールディングバイブルアワードを2年ぶりに満票で受賞したし、2年連続でプラチナゴールドグラブを受賞した。2013年開幕前の3月に開催された、第3回 WBC のプエルトリコ代表に選出され、3大会連続3度目の選出を果たした。 同大会では大会を通して、レギュラー保守、4番チームリーダーを務め、チームの準優勝に貢献。大会ベストナインにも選ばれた。シーズンで6年連続で、ゴールドグラブ賞を受賞した。2014年9月1日2014年は、オールスターゲームに選出されたが、7月10日に、右手親指の故障で15日間の故障者リスト入りし、出場を辞退することとなった。 8月29日に復帰した。リーグチャンピオンシップシリーズの第2戦で再び右手親指を負傷し、第3戦以降は欠場したが、2004年のワールドシリーズ第3戦からポストシーズンで歴代最長となる83試合連続出場を記録した。オフには7年連続となるゴールドグラブ賞と2年振りとなるプラチナゴールドグラブを受賞した。 2015年9月20日のシカゴカブス戦で本類に突入してきたアンソニー・リゾにタッチした時に左手親指の人体帯を部分断裂し以後レギュラーシーズン閉幕まで欠場した136試合に出場して2年ぶりに規定打席に到達し打率270.4本類が61打点という成績を記録した守備面では134試合で7失策 守備率994、投塁阻止率41%をマークし、8年連続でゴールドグラブ賞を受賞。プレーオフでは10月12日のディビジョンシリーズの第3戦で再び、左手親指を負傷し、第4戦以降を欠場した。オフの10月15日に、左手親指の手術を受けた。2016年2016年は、 自身最多の147試合に出場し、好調を維持。3年ぶりの3割5位となる打率。307.8本塁が58打点、リーグ9位体となる38二塁打を記録した。守備面では146試合でマスクをかぶり、2失策、守備率998だったが、盗塁阻止率が21%に止まった。 シーズンオフのゴールドグラブ賞投票では、バスターポージーに賞をさらわれて、旧シーズンぶりに受賞はならなかった。オフの12月5日に第4回 WBC の、プエルトリコ代表に選出され、4大会連続4度目の選出を果たした。2017年開幕前に選出されていた第4回 WBC に参加。3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に敗戦し、 に大会連続で準優勝となったが、六試合で打率33、333.2本類が、六打点、オプス、917などを記録し、大会最優秀保守賞を受賞した。開幕直前の4月に2020年までの3年6000万ドルで契約延長した。この年は136試合に出場し、打率、273.18本類が、82打点を、 記録した。2018年1月15日、契約満了予定の2020年シーズン限りでの現役引退を表明した。7月14日にマイク・マシーニー監督が解任された時に、現役最終年の選手兼任監督就任に興味を示したものの、8月28日にマイク・シルト監督大根が昇格して、正式就任2020年まで契約延長した。 この年は123試合に出場し、打率261.20本塁が74打点を記録した。オフに前年のハリケーンマリアで被害に遭った故郷プエルトリコの復興に貢献したことが評価されて、カージナルスの選手としては5人目となるロベルト・クレメンテ賞を受賞した。オフには2018日米野球で来日した。 2019年の開幕戦で保守の球団記録となる15年連続先発出場。4月1日のピッツバーグパイレーツ戦では、ジェドジョーコの怪我により急遽三塁手の守備についた。5月31日には、右手親指の剣を痛めて故障者リスト入り。最終的に113試合に出場して打率。270.10本塁が57打点を記録した。ポストシーズン。 NLDS 第4戦で同点的地だとさよなら儀比を打った。2020年、この年はアダム・ウェインライトに次いでリーグで2番目に年長の選手となった。2018年にはこの年限りでの現役引退を示唆していたが、開幕が遅れたことによって心境の変化があり、翌シーズンの現役続行を表明した。8月4日に、 球団内での新型コロナウイルス感染症の集団感染でモリーナも含まれていることが発表された。九月二十三日のミルウォーキーブルワーズ戦で球団史上六人目 MLB の保守として十二人目となる通算二千安打を達成した。六十試合制の短縮シーズンで打率262、4本塁打16打点だった。一方で保守の守備では リーグワーストのご失策を期した。ポストシーズンでは、史上5人目となる、通算100アンダーを記録した。オフに、FA となった。2021年2月10日に、カージナルスと1年の再契約を結んだ。2016年カージナルス公式ウェブサイトに強権を、ロケットランチャーと称されている。チームメイトのアダム・ウェインライトは、彼がマスクをかぶっていれば、 走者に気を使う必要がない。打者にさえ集中していればいいんだとコメントしている。補給技術については、ESPN マガジンのインタビューで、投手の請球が悪い時はミットをずらさずに、体だけ少しずらして、ポケットで補給すれば、ボール球を10から12個くらいストライクにできると、語っている。リードの能力が高く評価され、投手陣の信頼が厚い。アダム・ウェインライトは、 こっちが何を投げたいかちゃんとわかっている。ワンバウンドのカーブをしっかりブロックしてくれるから何のためらいもなくカーブを投げられるのもいい。彼との間には言葉で言い尽くせない信頼があるんだといい。ハイメガルシアは彼の出すサインには一級一級意味がある。僕のピッチングは自分自身への信頼、自分の投げるボールへの信頼、彼への信頼の3位一体で成り立っているんだ。という。 兄弟選手としての記録兄のベンジーと対戦するや、ディアー2004年にやディアーがデビューしたことで、先にデビューしていた二人の兄と共に、三兄弟が同時期に MLB 球団に所属することとなった。これは、クルーズ三兄弟の1977年以来のことだった。また、兄二人が所属していた、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムは2002年に、 ヤディアーの所属するカージナルスは2006年に、それぞれワールドシリーズを制覇したため、3兄弟全員がチャンピオンリングを所有している。これは、MLB 史上初であり、3兄弟2つずつ、合計6つのチャンピオンリング所有の記録、ギネス世界記録にも認定された。2人の兄は2001年から2005年までの後、シーズンにわたり、エンゼルスに一緒に所属していた。 兄弟が共に保守として同一チームに同時期に所属していたのは1901年以降では史上初のことだった。これに対してヤディアーは兄とチームメイトになったことはなかったが2013年 WBC にてプエルトリコ代表に選出され同じ保守で時系のホセも選出され初めてチームメイトとなった。ありがとうございます。